非常に今日ピッチコンディションも厳しかったですし、ゲーム内容も厳しかったんですけども、そこの中で勝ち点3を得たという、意味はどのように感じてますでしょうか。非常に大きいと思います。やっぱり、もちろん勝った次の試合が大事ですし、やっぱりこの間 あのホームゲームで最後追いついて、その勝ち点1取れたということが、次のゲーム今日につなげようというのを、僕個人としても、チームにも伝えたので、そういう意味で、今日の勝ちにつながったと思いますし、この勝ちを次の北九州戦にまたつなげることが、今の自分たちの仕事だと思うので、そういう意味では非常に大きい勝ち点3だったと思うし、この勝つことの難しさというのは忘れずに次に臨むことが大事だと思うので、そういう強い覚悟を持って次の試合に臨めれば、またいい結果が出ると信じて頑張りたいと思います。